お久しぶり、群馬にやっておきます。はい、まあ、僕の相方のヘイヤマ、まあね、普段はめちゃめちゃいいやつなんですけど、一つだけ弱点があるんですよ。寝起きが悪い。で、これね、本当にめちゃめちゃ悪いよね。めっちゃ悪いですね。めっちゃ悪いです。本当に悪いです。本当に悪くて、例えば、まあ、普通の時でも寝起きあるんだけど、特に悪いのが酒飲んだ次の日、まあ起きない。まあ、この前のホストの動画とかでもそうなんですけど、動画の前の日になんかお酒飲んじゃって、そのまま起きなくて、おしゃとか。で、それで僕もあの時からもうちょっとずっと考えてたんですよ。なんかないかなって。そしたらたまたまですね、キーに、まあ、群馬17さんっていう人がいてですね、もうその人がこのバイクの改造とかをしてらっしゃる方なんですけど、その人に頼んで、ヘキホが寝てるベッドにちょっと魔改造してもらって、ポンと思いっきり跳ね上げて、まあ、最強の目覚まし時計を作ってもらえば爆落ちするんじゃないか。まあ、お仕置きです、これは。じゃあ群馬さん、お願いします。とりあえず誓約書に先にサインが必要な今日のやつは、あの布団の下にエアバッグを置くんですよね。そうです、そうです。エアバッグを敷いて、それをパーンって爆発させる。それによって、もう布団も吹っ飛んで、ヘキホも吹っ飛んで、バッチリ目が覚めると。ちなみに、あのこれはやったことっていうのはありますか？ありません。じゃあ、どうなるか、ちょっと保証はできないです。今日はですね、ヘキホに、まあ、しこたまちょっと酒を飲ませて、で、普通に外で寝かせたらおかしいんで、山の中でこう寝たら、どんだけ虫に刺されるかっていう、ありえないような企画なんですけど、ぶっちゃけても酒で寝てるんですよ。ちょっと作ってもらって、はい、さら運んで、で、朝になったら、エアバッグ、ボン。絶対大丈夫ですよね。はい、任してください。もう今日はもう酔って寝なくちゃだけ、どんだけ蚊に刺されるかなって。いやっすね。うん、うまっ。フルーティー、めっちゃうまい。酒うめえじゃん。乾杯。乾杯。一人一気してるの。高くないですか？いや、一本いった。飲んだ。これ全部。これ一本飲ましたね。はい、全部じゃないでしょ。あ？じゃあ3してくらい。わかってんじゃよ。寝るのがいいじゃん。うん。これバーンだろ。うん。殺しやすいよってか。バーンって言ったら。そもそも殴っていいですか？え、ダメだろ。誰殴ったいですか？壁で。ザーあ、ちょっと、めちゃ…いや、犬じゃないんだ。やばいよね。もう、死体置き場でしょ。深夜1時です。雨がね、降っちゃって、ここからスタートします。エアバッグってどのぐらいの威力なんですかね。分かんないですよ。未知数ですよ。未知数ですよ。マジ未知数ですか。マジ未知数です。エアバッグ食らなくてあります？ないです。同時に跳ねるかっていう疑問もあるんだけど、それっすよね。同時点から疑問ですよね。あ、明日もいいか、ハリセンは。あ、いいか。俺もそう思ったから、今これで100のコードになるの。チュンってやったらドンです。もうこれ
これでチュンでドンですか。チュンでドン。これは接着剤ですか。接着剤ですね。これが外れて危ないんですよ。なるほどなるほど。これでよし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 出来上がり。はい、今日寝かしに行きましょうか。はい、これついたから寝よ。じゃあこっからあのほら公園で寝てどんだけ虫に刺されるかみたいな。え、どんだけ公園で虫に刺されるかみたいな。え、どんだけ公園で。なんかすごい気合入ってますよ。あの人たちはあの、はい、すごいなんかベッド作ってくれたんだって。あ、本当ですか。うん、なんか作るとかあるんですか。あのそう、あの虫の観察する人たち。ほらほらほら、ちょっと寝てみ一回。いつか騙されたと思って。いいっすよ。よし、はい、おい、はい、あ、いい。どう、すごくいい。どう、すごくいいです。これ気持ちいいでしょ。はい、じゃあまた朝になったら起こしに来るから。何すかそれ。虫除けスプレー。あー、鈴か。あの、じゃあ虫恋スプレー。虫恋スプレー。虫来ないやつです。虫来ない。刺されますよ、マジで。この山の中で。あの、虫来ないと。うん、虫。山の中で寝たら、どんだけ虫に刺されるか。おぉ、すごい。ありがとうございます。虫来るやつだからね。あれ逆じゃない。起きました。なんかポーンって浮いてる。俺死んだんかなと思って今。ということでドッキリ大成功。大成功。今日の寝起きが悪いから、はい、このまま改善されないと、はい、ずっとこれやるよって。労力は無駄ですよ。もうこのまま寝起き悪いんだったら東京やれますよ、ね。もうガラス割れますね。ガラスが。電車に割れないからさ。実際想像以上でした。以上でした。
え、計算外じゃん。計算外です。コンポで普通持ちますよね。その本当に俺らがやる前に、はい、ちゃんとそのタイヤ、あの爆発とかも確かめてくれてて、安全性はもう完全に配慮して。クラウン強いっすね。結果クラウンが強い。いや知らんわ。